皆さんこんにちは、ひのみです。本日はニキビ跡を最短で治療する方法ということで、私これまでニキビ跡の治療のために様々な治療っていうのを試したり行ってきたんですけど、実際にこれとこれの治療さえすれば効率的にかつお金をかけずに治療ができたなっていう方法がありますので、ぜひこちらを見て参考にしていただけたらなと思います。この動画では今現在ニキビ跡に悩んでる人が最短で治す方法のヒントっていうのも得られますし、ニキビ跡に悩んでない方でも肌質の改善という意味ではとてもためになる動画だと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければ嬉しいです。もしこちらの動画が少しでも参考になりましたら、高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。とってもこれ反省点なんですけど、私が治療を始めた時に対してきちんと調べずに、とりあえず広告をたくさん打ち出しているクリニックに行って、その時の先生に言われるがままの治療を受け入れてやってきたっていうのがあって、正直なところこれ本当にやって意味あったかなっていうものもあったんですよね。そして今思えば、最初にきちんと調べて治療をしていればこんなに時間かかんなかったし、もっとお金かけずに治療が進められたなっていうのは心から思っていることなんです。私のかつてのニキビ跡の状態なんですけど、クレーター跡っていうのがこの両こめかみと左頬部分に集中していて、さらに顔全体にニキビができていたためにザラつきっていうのが結構あって、肌にツヤがなかった状態でした。今回はこの肌のパターンを前提にお話を進めていきたいと思います。もしクレーターができてしまっている場合は、クレーターは個別にクレーターに特化した治療っていうのをやってあげるのが最短かつ費用を抑えられる治療法だと今までやってきた全ての治療を通して感じていることです。なぜなら従来のレーザー治療とかそういったものって結構回数重ねなきゃいけないし時間がかかるからです。そして肌質を改善してあげること、治療の順番は特になくって、クレーター跡治療も肌質改善の治療もどちらから始めてもいいんですけど、まずは肌質改善の治療法について見ていきたいと思います。一つ目の肌質改善におすすめなのがダーマペンになります。かつてケミカルピーリングであったりフォトフェイシャルとかですね、数えきれないほどやってきてはいたんですけど、費用対効果考えたらやっぱりダーマペンとても良かったと感じています。ただですね、クレーター跡に関してはかつてクリニックで立て続けにダーマペンを4回続けて行ったことがあるんですけど、やっぱり深さがあるクレーターに関しては劇的な改善っていうのは見込めなかったっていうのがありました。ダーマペンだけで深さのあるクレーターを治療していくのにはかなりの回数ダーマペンしなければいけないっていうのを身をもって感じたことですし、クレーター跡っていうのはもう本当に根気強く治療を進めていかなきゃいけないものなんだなっていうのを今回本当に身をもって感じたっていうのがあります。やっぱりクレーター治療っていうのはそれに特化した治療っていうのをやってあげるのが一番効果的なんですよ。治療法っていうのはいくつかあるので、まずは自分のクレーター跡がどういう種類かっていうのを見分けてあげる必要があります。クレーターっていうのにも大きく分けて3種類クレーターの種類があるので、ちょっと最初にこちらを見ていきたいと思います。まず1つ目です。1つ目がローリング型といって、大きな楕円形の形またはいびつな形をしていて緩やかにへこんでいるように見えます。穴が開いているようなタイプです。皮膚表面がデコボコした印象になります。そして2つ目アイスピック型です。小さな点に見えてもアイスピックが刺さったような形で真皮の深部までへこみがあるため治療が難しいとされています。最後に3つ目のボックス型です。垂直で四角にへこんだ形をしています。深さ自体は浅いんですけど平らな部分が目立ってメイクなどで隠しにくく目立つ場合があります。 A と C に該当する人はサブシジョンという施術がより効果的で、 B に該当する人は T
TCA クロスという施術がより効果的と言われています。最初に私自身クレーター後の治療を調べていて、 TCA クロスの施術が気になったので、それを受けようとクリニックに診察に行ったんですけど、私のクレーターの後の場合は一つ一つの面積が広くて深さがあったので、いわゆる A のローリング型だったんです。なので先生からはサブシジョンの方が効果があるねということで、サブシジョンを受けることにしました。結果的にサブシジョンを1回やってあげただけでもクレーターの深さっていうのがすごく改善されたので、ダーマペンであったりレーザー系ですね、そちらの治療を数をこなして何回もするよりは圧倒的に効率的に治療ができるなととても感じました。ここで大事なのでおさらいをしていきますが、もしクレーター跡がある場合はクレーターの種類ごとに特化した治療を、そちらを重点的に行ってあげることをしてあげます。そしてニキビができたことによって硬くなってしまったボロボロの肌の肌質を変えてあげること、肌質改善をしてあげること、これがとても大事になってきます。実際にサブシジョンやダーマペンをクリニックで行った際の詳しいお話っていうのを別動画に載せていますので、もし気になりましたらこちらの方も参考にしてみてください。詳細については概要欄に貼ってありますのでご確認ください。ダーマペンっていうのもですね、悩み別に液剤っていうのをちゃんと使い分けてあげるっていうのはとても大事になってきますので、次回以降の動画でこちらも私の実体験も含めて詳しくお話ししていけたらなと思っています。正直なところクレーター後の治療っていうのは本当に根気のいる治療ですし、1回の治療で綺麗になりましたっていう単純な話ではないっていうのも事実なんです。ただ今まで治療を進めてきて確実に良くなってきてますし、満足のいく地点に着実に近づいてきているので、諦めずにこれからも治療を進めていきたいなと思っています。はい、いかがだったでしょうか。本日はニキビ跡を最短で治す方法というのをお話をしてきました。この動画が少しでも参考になりましたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。